中日、逆転される。あ、やられた。しゃあない。勝ち越された。まあここまでは仕方ない。岡田監督も不思議に思ってそうな守備シフト。これは落合流みたいないやらしさ。こういうところはきっちり取ってくるよな。なんで今こそ前進守備じゃねえのよ。ことごとく四球が点になるんだよな。ああ、こらな方が全部悪いわ。これができるから阪神強いんだよ。阪神はこういう当たりで点取るわな。もう言うことねえわ、強い阪神強い。ここは三振取りに行かんと。結局四球と記録に残らない送球ミス。阪神うめえわ、立浪とは違う。中日ができないやついとも簡単にやられる。無駄なフォアボールで自滅完封逃したのも含めて爪が甘すぎる。マジでムカつくんだが、この試合右打ちしか狙ってないバッターにアウトコースはあかんやろ。いろいろと中田の限界が詰まった試合。敗負け確定村上と阪神のリリーフをこのクソ打線が打てるわけない。何で阪神は内野ゴロで点が取れるんだよ。卑怯だぞ。1点を怖がった結果2点取られて逆転か。やっぱり同点諦めて2アウトにしとくべきだったな。中田翔の判断ミス。中田は残りの打席で逆転ホームラン10本の計ね。ご視聴ありがとうございました。